薄暗い病院の窓という窓に浮かび上がるおびただしい数の青白い顔。なんでこんな幽霊病院に入院する羽目に。生きてここを出られるのか。俺、立花祐介。もう10年以上前の話だが、くそ、全治3ヶ月とかついてね。てか、なんでここなんだよ。専門学校入学早々、俺は事故に遭い、事故現場に近い病院に入院していた。そこはデルと有名な病院で、後ろは古い墓地がある山が迫り、周りは森、前には川があり、病院へは吊り橋を渡るしかない。橋の手前にはセンターラインが消えかけた、これまた出るって噂の暗いトンネルがあった。病院のせいで俺は激しく落ち込んでて、本当にすみません、よかったら召し上がってください。どうも。そんな俺を見て相手の男性は心を痛め、連日見舞ってくれたが、問題は怪我じゃない。俺はいわゆる見える人で、事故直後に救急車で搬送された時には窓から無数の青白い顔が覗いていた。台車で手術室に向かう途中には天井からぶらぶらとぶら下がる数本の足。手術室の隅では、かつてここで死んだ人が壁に向かいブツブツつぶやいている。処置の間、俺が痛みに悶絶していると、それは一時的に消えたが、またすぐ現れた。事故の衝撃からか、普段より鮮明に見える。この病院、すっげえあっち寄りだ。俺、生きて出られるのか。よ、来てやったぜ。生きてるか。神経過敏な俺を気遣い、昼間は友達がよく見舞いに来てくれた。そんなある日の深夜、救急車が入ってくる音で目が覚めた。誰か事故ったか。あまり気にも留めず再び眠ったが、そういえば昨夜遅くに救急車来てましたね。いや、来てないよなあ。ああ、同室の山田さんと加藤さんに尋ねるが、知らないという。二人ともご老体だし、耳が遠いのかな。あまり気にせず、その日も眠りにつき、またか。深夜、救急車のランプが見えたが、再び寝てしまった。翌朝、定時の採血で目が覚め、ふと看護師さんに聞いてみる。昨夜遅くに救急車来てましたね。昨夜は急患なかったですよ。え、昨夜もその前も来てたでしょ。驚いて聞き返すと、変な顔をされた。おかしいな、幻覚だったのかな。そういえばここ数日、あっち側の人たちも見ていない。妙に気になり、夜車椅子で散策するが、当初これでもかというほど見えてた霊が全く見えないのだ。霊感が消えたならむしろ好都合だと少しほっとしつつ、病室へ戻ると、もう寝てるのか。同室の二人のベッドはカーテンがすでに閉まっていた。俺もベッドに横たわり、そのうちうとうとし始めたのだが、どれくらい時間が過ぎたのか、目の前で何か赤いものが動いてるのに気づき、目が覚める。救急車のライトだ。なんだ、今夜も急患かよ。起き上がって2階の病室から救急車を見た。ちょうど救急車から患者が運び出されるところだったが、妙に静かだ。台車の音も救急隊員の声も何も聞こえない。ふと患者の顔を見て、俺は絶句。え、俺？急患の顔は紛れもなく俺なのだ。頭が混乱し、急速に鼓動が速くなる。俺が、俺を見てる。救急隊員も看護師や医師もみんななぜか顔がよく見えない。さらに台車の上の俺は身動きができないようベルトのようなもので拘束されていた。その上、台車は院内に入らず、逆方向の端の方へ押されていくではないか。台車の俺がこっちを見て必死にもがき、何か叫んでいる。やばい。俺は松葉杖で開花を目指した。静まり返った院内を無我夢中で歩き、エレベーターに乗り1階を押す。どこまで降りんだよ。 B1 までしかないのに、優に10階分は降りてる感覚。ガコンという衝撃の後、ボタンが B1 で点灯し、ようやくドアが開き出す。その時、開いたドアの奥に何かが見えた。誰かが台車を押しながらゆっくり歩いてきている。恐怖のあまり尻餅をつき、震えながらふと壁を見ると、霊安室の表示が目に飛び込んできた。完璧にヤバい状況に総気立ち、必死で1階を連打するが、なんでつかないんだ。その間の暗闇の廊下を得体の知れない何かが迫ってきてる。さっきの救急車といい、今の状況といい、絶対に尋常じゃない。泣きながら1階を連打していると、ようやくボタンが点灯し、すかさず閉じるを押すと、ゆっくりとドアが閉まり出すが、
だがゆっくり近づいてきた何かが、突然すごい勢いでこちらに迫ってくる。恐怖のあまり目をつむり悲鳴が口をつくその瞬間、衝撃とともにドアが閉じるが完全に閉まらない。10センチほどの隙間から白い手が出て俺の足をしっかり握っている。無我夢中で手を蹴りまくるがびくともしない。それどころかドアが開き、俺の上に覆いかぶさってくる真っ白な顔の髪の長い女俺はそのまま気を失った。何の音だ。まぶたを開けると星空が見え、森の匂いが鼻孔をくすぐる。体を拘束され、台車に乗せられているようだ。ここはどこだ。台車が動き始め、病院の建物が目に飛び込んできた。自分の病室から誰かがこっちを伺っているのが見える。あの女だ。俺の足を B1 で掴んだあいつ。助けて。このままでは死ぬと直感し、声にならない声で必死に叫びもがくが、無情にも台車は病院から遠ざかり橋の上を走っている。誰が押しているのかもよく見えず、拘束された手足は微動だにしない。その時、コンクリの天井が視界に入る。トンネルだ。トンネルの先は行き止まりの断崖になってる。やばい、落とされる。その時、ふと目線を対岸の病院に向けると、なんだあれは。川から病院に向かって這い上がっていくおびただしい数の人。その瞬間、俺は思い出した。病院の場所にはかつて軍事工場があり、強制労働をさせられてた人々が爆撃を受け、たくさん亡くなったのだ。断崖はすぐそこまで迫っている。もうダメだ。全身の力が抜ける。次の瞬間、眩しい光に照らされ反射的に目を閉じた。急ブレーキとドアの開閉音に続き足音が近づいてくる。おい、誰かいるぞ、大丈夫か。聞き覚えのある友人たちの声に安心し、俺は意識を失った。翌朝目覚めると違う病院だった。よかった、気がついたのね母さん。母によると、俺が何者かに台車で運ばれた直後、地下のボイラー室から出火し、炎はたちまち燃え広がり、逃げ遅れた人もいるという。この病院まで俺を運んでくれたのは、よく見舞いに来てくれた友人たちで、ちょうどトンネルへ肝試しに来ていたが、あの時台車に乗った俺以外誰もおらず、俺の救助中、爆発音とともに病院が炎に包まれ大騒ぎだったらしい。退院後、友人たちとあの病院まで行き、橋の手前に花を供えた。病院は見るも無残な有様だったが、あの女は俺を引き込もうとしたのか、助けようとしたのか。だが結果的に俺は助かった。しばらく黙祷し病院を後にした。